はい、どうも、妖怪三国志国取り図、今回もやっていきます。今回はね、討伐戦が第3形態に、ね、なってますんで、それをねちょろっと見ていきたいのと、あとは国取り、あ、そう、あと公式生放送がね、7月15日明日かな、うん、ありますので、私もね見ながら配信やりたいと思います。今日もねできたら雑談配信やりたいかなと夜思ってます。時間はこれと同じかな、うん、8時ぐらい、ちょっと何時かはちょっと準備ができる時間でやりたいかなと思ってます。そしてね、ちょっとここには書いてないんだけど、今なんか問い合わせみたいのをツイッターでね、募集されてるみたいなので、はい、もうちょっと前日だからね、放送には対応取り上げてもらえないかもしれないんですが、まあね運営の方に言いたいことがある方はね、ツイッターでね、Y さんなんとかってやって、ぜひね、意見を言うのがいいのかなと思います。ちょっと惜しいよね、これビンゴじゃなくてクイズだから、前後もリアルタイムにリアルタイム参加できない人いっぱいいると思うけどね。今までのビンゴ結構うまかったよね。参加できたらダブルアップできて、参加できなくてもね、ビンゴ分は王子もらえるっていうのあったんだけど、今回は生放送参加しないともらえなさそうな感じに見えるけど、どうなんでしょうね。ちょっとね、お仕事とか用事で参加できない方、まあ全部はできないとは思うけどって感じあるかな。はい、ごめんなさいね。で、あとね、気になるのは国取りで、今80名制でやってんだけど、で、私この前ね、なんか終盤になってめちゃめちゃ相手の人数が増えたって言ってたんだけど、なんかそれがなんかわかんない、途中から参加した人、追加で参加した人が、国取りで、まあもちろんね、途中参加の人って、なんだっけ、順位報酬とか、その辺の報酬もらえないのは知ってんだけど、なんか、途中で参加された方が、全然他国を攻撃できなくて、かつね、もう自国しかできないと。で、かつ、自国の資材も投資できないみたいな、なんかそんな話を聞いてて、まあ、確かにね、自分がね、戦ってた相手に、すごい途中から10人も20人も急に増えて、強い人が増えて、やられたら、まあ、やっちゃ嫌だけど、でもそれって今のルールの範囲内なんだよね。で、ルールの範囲内の中でやってることだから、で、それをね、なんか特に書いてなくて黙ってさ、言っちゃえばやる気のある人たちだよね。ルールのある範囲のところを、なんかそう、急にこのアップデートで変えちゃうっていうのは、なんか誠意に欠けてるというかね、せっかくこの模擬戦の追加とかマッチング条件の変更も、まあ、なんか前より、すごい格差の相手とは戦ってない気がするし、いろいろ、いや、模擬戦だけでもかなりの素晴らしい追加だと思って、結構いいことやってくれてるのに、なんかそのサイレント変更は残念だなっていうか、なんかね、まあねえ、自分たちで作ったルールを勝手にっていうのをちょっとやり方が良くないなって普通に思うけどね。そうそういうとこもったいないな、ほんと。はい、まあわかんない、ちょっと違ったらごめんなさい。でもなんか追加でね、入った人がなんか他国を攻められないって一応聞いたので、まあそれは、まあやるならやるでね、ちゃんとそうなりましたって言ってからやればいいと
思うんだよね。もしかしたらそれ今後やる予定でもう間違えてリリースしちゃったとか、そんなやつなのかもしれないけどね。はい、というのは思いますね。で、やっとなんか問い合わせ質問ね、はい、なので考えたいなと思います。まあどうなんだろうね。はい、ということでセッションもう42まで来ちゃったね。セッション40とか相変わらず今回ね大当たりがね出ないんだよね。1回だけ出たのがあれだね、魔王恋が来た。あ、魔王恋といえば小生魔王恋のあの倒れた後のあの遅いのなんとかしてほしいなはい、ということでもう第3形態ね始まってます。で、第3形態ウィスパーのあれがないんだけど、火が苦手で今回は特攻以外はエンマ、勇ましい、豪傑で、カイマはダメージ減少なんだね。うん、ということで、はい、一応ね、なんでちょっとここよりもどうだろうな、大辞典、うん、戦力で豪傑、勇ましい、エンマで火の妖怪が、もう最近これだよね、ベニマルとかあれだよな、プニツバキ姫か太陽神とかね、今回選べる妖怪も結構あるのと、うん、あ、小生ジャオカイラも火なんだ。まあでも前衛かなこれは。鬼雲ね、みんなこの前ゲットしたかもしれない鬼雲という感じで、凍結かエンマブレード、まあでも葉月さんいるし仙台エンマ、なるほどね、結構いるよね。まあちょっと前衛タイプが多いんだけど、まあうまくね、火の妖怪使いつつ、まあお祓いとか本当はできた方がいいんだろうな。というわけで一回やってみましょう。もうめんどくさいから3倍でいっちゃいます。ちょっと待って、やる前に商品ね追加されたんで先にそれだけ、ごめんね、最後やるで終わりにしよう。で、紹介状もフルフルになりましたね。ただまあ紹介状、あ、そうだ、紹介状で思い出した、このイベントにもさ、やっぱガシャチケット欲しいよね。うん、やる気が討伐戦なんか、うん、ガシャチケット欲しいな。ちょっとごめんね、先にカイラ限界突破させてくれ。ガシャチケットを出るようにしてほしいな。正直紹介状ってさ、妖怪大遠征でもゲットできるからさ、あんまりわざわざここでゲットしたいとは思わないんだよね。なのでなんかそこはお願いしたいな。もう3倍、あ、でも3倍でいくとポイントが分かりづらいから1倍でいくか。あ、そうだ、メンバー紹介するの忘れたね。一応第一形態これにしてます。うん、まあ、ハグキさん頑張れって感じだよね。6万、ハグキさんちょっとコーンをまだやってないから、コーン、あとコーン、そうだ、コーンの一括取り外し機能が欲しいんだよな。今相当できるようにコーンつけてる妖怪の相当はできるようになったんだけど、このコーンを一括取り外しをやれるようになればめんどくさくないんだよ。いちいちさ、一個ずつさ、取って外して取って外してってやってんのあれなんで、まあ前よりね、あの見つけやすくはなったんだけど、これでお払い、ぜひそれをやってほしいな。一括外してくれればこうね、これで新討伐戦とかあったらさ、15体あのね、付け直せばいいだけだからさ、討伐戦の時特にめんどくさいわ。さあ武士を、ここはさっきね、国椿姫入れてます。大凶ちゃんでいいのかな。武士王がね、火の妖怪なんで、どうなんでしょうね。ブラックダイヤニャンとかいたらいいのかな。勇ましい王騎でしょう。お守りは意味が
あるんかな。打ち消しがいねえな、このメンバー。打ち消しがいないと結構いろいろやられちゃうな。草薙入れた方がよかったのかもな。うん、さあ3列目、まあ、これはもうちょっと混合メンバーです。キュッピーちゃんも入れて、なんとかシシエンマも入れてね。1万5000か。今までのぶつかり、やっぱ葉月さんのぶつかりがすごいですね。葉月さんにちょっとエンマダメージアップのコンとかも入れたらもっといいはずなんで、ちょっとサボっちゃってますね。ガシャチケット入れてほしいな。あ、でも今回コインがあるからいいけど、スコアターとやっぱその辺分けてるのかな。紹介状ね、なんかせっかく交換しても当たんねえんだもん。うん、そう、言い方ひどいね。はい、ということで第3形態ね、始まりました。あとレベル55まであるので、うん、まあなんか私は今回はのらりくらりやろうかなと思います。また交換とかもないんだけど、ただ今の例えばセッション43とかね、そう、普通にあの極生ハゲとかいて、かなりこの辺はいいんだよね。なので、まあ私宝珠が今あんまないんで、うん、いいんだよね。このセッション43は頑張りたいな。うん、なんで普通にね、この後半セッションはね、なんか今までの当たりがなくてよかったんじゃねえかっていうぐらい、なんかはい、いい感じなんで、もう、うん、ということで、はい、今回はこんな感じで第3形態ね、皆さん頑張っていきましょう。一応ね、ああ10人目の復帰ありがとうございます。プレミアムログインボーナスいいよね。そして、ああ、なんかスタンプキャンペーンもやってるんだってね、これね。なんかリツイート補修、リツイ、やっぱツイッター見ないとダメだな。ちょっとツイッターを見て、はい、やりたいと思います。記念コインも。って感じですね。はい。じゃあ、今回こんな感じです。一応、ここに、討伐戦はね、今回55までね、それもありがたいんだよな。うん、やってるので、ぜひね、ボスの弱点、第3形態か、これだね。うん。エンマ、勇ましい豪傑ね。いいで、羽口さんが一番いいけどね。頑張っていきましょう。あと、金貨増量キャンペーンがね、ラストあるので、それを忘れずにね、うん、これでぶっ放して、20日までね、頑張っていきましょう。はい、じゃあ今回こんな感じです。1.5 倍アップなんだね。うん、ただなんか、思ったんだけど、後半でやっても、後半ってさ、強くなるからさ、あんま稼げないんだよね。だから前半にもっと頑張っとくべきだったって、今回のちょっと反省点として思いました。はい。まあでも、ちょっと、勇ましい豪傑エンマはみんなね、妖怪揃ってると思うんでね、ビシビシと。ああ、そっか、ログ見んの忘れたね。うん、ビシビシとやっていきましょう。はい、じゃあ今回こんな感じです。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それでは、早く17日やりたいね、これね、私は。はい。じゃあ皆さん、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。バイバイ。